どうも渡辺浩二です。こんにちは、ソニーコンピューターエンターテインメント加藤です。はい、加藤さん、今回のお届けは、はい、プレイステーションビータ対応ソフトウェア信長の野望天道 with パワーアップキットです。解説はこちらの方です。はい、コエテクモモのソフサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、期待の声も入ってますね。はい、一つ読んでみましょうか。はい、プレイステーションビータで遊んでいて、これだけ直感的な操作が可能なら戦略シミュレーション、歴史シミュレーションがやりたいなと思っていた矢先の発表、本当に嬉しいです。期待しています。期待されてますね。はい、ありがとうございます。はい、ではゲームの概要からご紹介ください。はい、歴史シミュレーションゲーム、信長の野望シリーズ、こちらの最新作となります。はい、プレイステーション3の方で昨年2011年に、リリース、同じ名前でリリースされているんですけども、こちらをご好評いただいておりまして、まあ、この PS3 版、これの、クオリティ、それからゲームのボリュームですね、こちらをそのままに新たに、プレイステーションビータの特徴であるタッチ操作、それからネットワークを使った新しい遊びですね、これを盛り込みまして、さらにパワーアップした、信長の野望天道というふうになっております。もう信長の野望といえばね、本格歴史シミュレーション超名門ブランドですが、はい、あの天道ね、あの PC 版からパワーアップついて PS3 にかけてさらにいろんなもの追加されて、はい、そういうの全部入った上で、PS ビート版さらにね、はい、新しい要素入ってるって、ほぼ完全版が、そうですね、全部入りですね、ということです、ね、あのパワーアップキットの時に、うん、新しい戦略要素として文化という要素であったりとか、うん、まあ、あとはあの、まあ、パワーアップキットで定番になっているんですけども、うん、あのエディット機能ですね、うん、こちらの追加、まあ、それからあと、シナリオ、こちらも追加されていまして、うん、そのプレイステーション3版すべて入った上で、さらに、PS ビータ版として新しい要素が加わっていると、はいはい、お得ですね。では早速ね、実際にゲームをプレイしながら解説していただきますが、ゲームの内容についてもかなり具体的なご質問いただいてますので、はい、ちょっと先に聞いておきましょうね。はい、はい、シリーズ最新作をいきなり投入してくるとは思っていませんでした。値段ももっと高くなるようなイメージがあったのでほっとしています。全部入りでこの値段が安いですよね。そうですね、僕も驚いたんですけど、はいはい、プレイステーションビータ独自の要素、ニアによる武者修行も面白いですね。気になるのは操作方法でして、タッチ対応ですか、背面タッチや、スワイプ操作にも対応しているんでしょうか、操作系もご質問です。この辺りじゃあ実際に見せていただきながら、はい、説明いただきましょう。はい、実際に動かしながら、はいはい、紹介したいと思います。お願いします。はい、では先ほど質問にあったように、タッチ操作のところから、はい、ご紹介をしたいと思います。ゲームの目的はですね、このようなお城、こちらをすべて自分のものにするというところが目的となっていまして、まあ、北は北海道から、まあ、南の方は九州までですね、全国各地のお城を自分のものにしていこうというのが目的なんですが、このお城を取るにはですね、こういった部隊、こちらに命令をしていくことで、敵の城を落として戦っていくというところが基本的な流れになっています。ですね、こちらの操作なんですが、PS ビータの前面背面両方のタッチスクリーンに対応していまして、例えば前面でこのようにドラッグをしていくことでカメラがスクロールしていくと、それから拠点をこうタッチすればそのまま命令が出せるような簡単な操作で命令が出せるようになっています。それからですね、まあ、最近のスマートフォンとかにありがちなんですが、まあ、このようにピンチイン、ピンチアウトでカメラが寄ったり引いたりというところもあったり、まあ、それから先ほどちょっとお見せしたんですが、右上のマップを触っていただくことで、まあ、自由に好きなところにカメラをジャンプさせるというようなことができたりというふうになっています。で、さらに背面はですね、こちらは同じようにこう弾くような指の操作をしてもらうと、隣の拠点ですね、こちらにこうジャンプしていって、まあ、隣から敵が攻めてきたとか、まあ、あとはちょっと自分で次どこ攻めようかなといった時にですね、
簡単に確認できるようなこういった便利な機能になっています。それからこの右下に呼び出しというボタンがあるんですが、ここもこうタッチしていただくことで、事前に登録してあった拠点であったりとか、まあ、あとは舞台ですね、こちらにこうジャンプして即座に命令が出せるというふうになっていまして、例えば前線で戦っている部隊ですね、こちらなんですが、これを登録しておくことで、まあ、遠くの場所で何か情報を見たりだとかやっているときに一気に呼び出して命令を出すことができると、こういった便利機能になっています。はい、続いてですね、このタイトル の名前にもな名前あの天道という名前になってるんですけども、まあ、こちらにあるように戦闘の肝になっているのはこの街道道ですね、これが肝になっているのでこれを紹介したいというふうに思います。このように舞台に命令することで、まあ、領地を広げるために今道を敷いているところなんですが、道ができてますね、はい、このように領地を広げたりですとか、まあ、あとは進軍経路、これを確保するために道を引いたりと、つながりましたね、はい、いうふうにしていきます。で、確保した、集落にはですね、このような施設を、建てることができまして、例えば水田でしたら、兵糧を多く獲得したりとか、まあ、道場だったら、兵士の募集を多くかけられたりというふうな形で、まあ、内政と、まあ、一般的にシミュレーションゲームの中で言っているところですね、このようにして自分の勢力を強化していくというふうな形になります。まあ、それからこの道なんですが、こう敵の勢力圏にも引いていくことができまして、まあ、このように道を敷いていって、さらに敵の集落へ移動させてやりますと、はい、このように敵から領地を奪っていくというようなことができまして、まあ、右側にもこうあるんですが、まあ、一つ一つこのように領地を削っていくというところもこの道を使った戦略というふうになっています。それからですね、まあ、逆にもうその一個一個取っていくのがめんどくさいというふうな場合はですね、一気に敵の城を攻めてしまうというところもできますので、まあ、それをちょっとやってみたいと思います。まあ、戦闘もこのように命令するだけで最短経路を自分の敷いた道の上をこのように移動していきまして、まあ、敵も迎え撃ってくるとは思うんですが、出してきましたね。このように、まあ、見てるだけで基本的には戦闘は進んでいくというふうになっていまして、ただですね、単純にこう見ているだけではなくて、タイミング、自分のタイミングで戦法というのが、ポイントになってきます。これは今敵が戦法を出してきましたね、先手を打たれてしまいましたが、はい、見てるだけじゃなくて時々ちょっと指示というか戦法を、そうですね、例えばこのように織田信長の戦法を使いますと、これは味方の強化ですね、をしてみたりですとか、あとはこのように敵に直接ダメージを与える戦法もあったりと、まあ、さらにここで今連携をして、3人の武将が戦法を出したんですけども、これが戦法連携と呼ばれているものでして、まあ、一発逆転これでできたりですとか、非常に高い威力の攻撃ができるようになっていたりします。蜂の巣にせよ、続くのだ。もうちょっとで落とせそうではあるんですが、なんと手強いですね。ちょっと、ね、あの状況がこうリアルに見えるから見てても楽しいですね。はい、おのれ、はい、なんとか敵の城を落とすことができました。敵将捕らえたい。で、敵の